皆さんこんにちは。ラブカス TV 川口学です。今日は私いつものですねライブのスタジオにいるんですけれども、今日はなんとですね渡辺和正のガジェットチャンネルのですね渡辺和正さんが遊びに来てくださったということでですね、早速呼んでみたいと思います。渡辺さんどうぞいらっしゃいませ。こんにちは。いやーもうねガジェットといえば。渡辺さんですけれども、ありがとうございます。なんで僕渡辺さんと知り合いになったのかよく覚えてないんですけれども、なんででしたっけ？最初に学さんがカメラに関する質問を僕が投げたんでしたっけ？投げていただいて、そうですよね。はい、なんで僕でも渡辺さんに質問投げたんだろう。多分ライブかなんか見てて、はい、ライブで一回コメントかなんかしたのかな、そんななんかあったのかよくわかんないですけれども、はい、ツイッターでなんかやり取りさせていただいたんですよね。はい、で、そうだ、絵が綺麗でそのね YouTube のやつ見ていつもなんかすごい自分を映してるのがくっきりしてて、これは何を使って撮影してるんだっていうのを聞きたくて問い合わせをして丁寧にお答えいただいたんですけれども、その後なんか車買われたんですよね。そうですね、確か GLB でした。 GLB を買ってその時も動画見させていただいて、なんかその話をうちの視聴者さんか何かから聞いたのかなんかわかんないですけど、ライブの時に何回か渡辺さんの名前が出たんですよ、視聴者さんの方から、はい。っていうのもあって、はい、なんとなくそんな感じでですね。そうですね。お付き合いさせていただいてるというかなんというか、はい、なんですけども、実は今日お会いするのは初めてですね。いうことで、はい、私ですねラブカーズ TV で。まあ皆さん車を扱っているのはよくご存知だと思いますけれども、まあいろいろ撮影したりする機材とかも好きですし、まあ、当然ガジェットもですね大好きで、まあ、一応私もセカンドチャンネルやっててですねライフボーソンというところでですねおじさん向けのチャンネルをやってそこでガジェットを紹介したりもしてるんですけれども、今日はですねガジェットの大家のですね渡辺さんにですねいろいろお話を聞いてみたいなと思いますし。はい、今日東京にいらしてるのは仕事も兼ねて来てらっしゃるということなので、はい、まあきっとなんかすごいものいっぱい持ってるんだろうなということでですね、はい、まあよくやってるんですけれども、おじさんのバッグの中身をチェックするというですね、はい、ことで、やってみたいと思いますので、はい、ちなみに今日機材ってお持ちですか？めちゃくちゃ持ってます。めちゃくちゃ持ってますか？はい、ね、まあ実はですね種を明かすとですね、もうさっき少しお話をした時に、まあ、いろんなものが出てきすぎてですねあまりに面白すぎるので、はい、なんか本当にちょっと見せてくださいということを急遽ですね決めて見させていただこうかと思いますが、僕まず見せていただきたいのは、はい、このズボンのポケットがいっぱい膨らんでるので、はい、そこからちょっと、はい、一度立ち上がってちょっと見せていただきたいんですけれども。はい、なんかすごい膨らんでますよね。まずこのズボンの中にスマホ3台入ってます。はい、面白すぎるんですけれども、はい、これはどういう使い分けなのか、なんで3つなのかっていうところも含めてちょっと出していただいてよろしいですか？はい、了解です。取り調べみたいになってますけれども、まずこれが折りたたみスマホになってまして、はい、これGalaxy Z Fold 4っていう、うわ最新ですね。はい、わすげえ。こんな感じで。大画面になってる。これがまず出てきましたね。はい。へー。すごい。あ、これ、ここも真ん中も液晶になってるんですか？真ん中もなってますね。あ、本当だ。あ、本当だ。全体で。すげえ。初めて見た。はい。はい。これは何用でしょうか？これはもう今は、漫画読んだりとか、YouTube。漫画読む時間あるんですか？飛行機の移動中とか。あ、なるほど、なるほど。ちょっと時間潰したりとかするようで持ってますね。はい、これ画面なんかあれですか？ YouTube 画面見ると大きく見えるとかそういう。大きく見えますよ。あ、そういうことなんですね。はい、じゃあちょっと、学さんの動画を。よかったら著作権関係ないんでね、大丈夫ですね。はい。すごい。こういう風になってんだ。そうですね。これ今ちょっとケースついちゃってるんですけど。なんかでもちょっと真ん中が若干心配になる。あ、おー！すげえ！まあかなり大きい。大きいですね。ありがとうございます。これしかも防水なんですよ。折りたたみなのに。なんで、そうなんですか。はい。お風呂でこのまま持っててみたいな。あ、見れたりするというものなんですね。そうですね。しかも今日上げた動画をちゃんと出していただいて、ありがとうございます。何インチぐらいになるんですかこれ？これが 7.6 インチです。7.6 インチという。はい、そういうのがまず出てきて、つかみがやっぱね、つかみがやっぱすごいですね。最新モデルが出てくるところが。はい、ほう、なるほどです。ありがとうございます。はい、ちょっとじゃあそれここ置いていただいて、はい、その他には何があるんでしょうか。その他にはこっち行こうかな。これはGalaxy S23 Ultra っていう、まあ、すげえなんかレンズがいっぱいついてんだけどこれの一番の特徴はカメラが2億画素っていうところですね。2億画素 ?2 億画素。なんで写真撮ったらめちゃめちゃ遠くまで拡大してみたりとか、そういうことができるようになってですね。はい、へえ、もうなんかいきなりこの2つだけで終わるんじゃないかってぐらい充実してるんですけれども。ケースちょっと外すとこんな感じの外観で、望遠が10倍の光学望遠ズームついてるので、めちゃくちゃ遠くまで切り写せる。これは撮影用ってことですか？いや、これはもうメインで普通に使ってる個人用のやつですね。メッセージのやり取りとかもするし、まあ、写真とか動画も撮るっていう。なるほど。でも、まあ、撮影専用とかっていうわけではないっていうことなんですね。はい。いや、いきなりなんか、これ当然2つとも最新ですよね。そうですね、最新ですね。さすがですね。これはもう4月に出たばかり。ああ、そうですか。もうまだ持ってる人が少ないってやつですね。そうですね。ちょっと今どうやった感じでしたけれども、はい、おいやすげえな、ね、はい、これが2つ目ということで、はい、そして3つ、もうなんか、ね、何が出てくるんだろうっていう。3つ目はもうまなぶさんも持ってると思うんですけど、はい、iPhone よかったです。ほっとしました。14 Pro Max iPhone 持っててよかったです。もし持ってなかったら知ってるのが出てきたらようやくそうっていうか、いや、ここで iPhone 出てこなかったら、あれ、俺 iPhone でやってて大丈夫なのかなみたいな。いや、全然大丈夫です。大丈夫ですか、はい、おー、14 Pro ですね、はい、Max、はい、ですね。でかいやつ。でっかいやつですね。すごー。色も多分同じだと思います。同じですね、この色ですね、はい、バイオレットのね、はい、ものですけれども、これはもう動画を撮ったりとか、あとまあ仕事用で分けてる。こっち仕事用で、こっち個人っていう感じで。ああ、なるほどなるほど。電話番号とかも分けてるんですけど。なるほどなるほど。はい、それで使ってるということなんですけど、はい、3つは持つ必要あるんですか、やっぱり。正直言って3つは持つ必要はない。ない。でもやっぱりそのガジェットの扱っているものとしてはみたいなところっていうのはあるわけですよね。あります。はい。ね、やっぱりね、そこはね、こんだけやってるよ、持ってるよみたいなところがね、あるっていうところで、最新が3つ並んで。あとね、僕そのね、リングのあれを知ってるんですよ。見たんですけど。ああ、はい。ケースですか？説明してもらっていいですか？はい。どういうことですか？これは一応、真ん中にリングあるんですけど、これクッと上げると、スタンドになるんですね。ああ、それ自体はこう動くんだ。はい。で、まあこう立てて上げる。はい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 。いいですし、あとこのリングがこっちにも行ったり、360度回るので、この状態横置きでこう使うこともできると。使うこともできると。それ全部についてるやつですね。これいや、これはちょっと近いんですけど、はい、この向きだけですね。でもこの向きだけでも、まあ、こう立てて情報チェックとかもしやすいんでつけていて、あとこれマグセーフに対応してるので、そのまんまの状態で充電できると。これは下世話な質問をしていいですか？はい。この3つは全部ご自身の持ち物ってことでいいですか？そうです。案件ではないということで。全部買ってるやつ。一応ケースもご自身の持ち物だということで。そうです。なるほど。ということでございます。はい。いや、もういきなりなんかもうね、電話3台出てくるから。すごいですよね。インパクトがかなりあるんですけれども、なんかでも、今持ってるリュックの大きさがもうすでにでかいじゃないですか。でかいですね。まずちょっとリュックをこう見せていただきたいんですけれども、はい、いつもこの仕事で使ってるやつですよね。そうです。出張とか行くときはもう大体これで来ちゃうんですけど、一旦背負いますけど。すごい。でかい。でかいんですけど。この感じで。もう一泊するぐらいの感じの。そうですね。ね、大きさですよね。はい。めちゃくちゃ重いです。ちょっと出してもらっていいですか？はい。落とさないように。あ、確かにめっちゃ重いよ、これ。よいしょ。すごい。しかもなんかいろんなものが詰まってて、これを落としたら大変なことになっちゃう気がします。ちょっとじゃあこのリュックサックの中身をですね、見せていただきたいんですけど、よろしいですか？はい、大丈夫です。パンツとかは大丈夫なんで、多分相当こだわりにね、満ちたものが詰まってるのだろうと予測しますけれども、お願いいたします。はい、お見せしていきます。はい、そこが開くんだ。背中の部分からこう開く感じで、はい、まずこのポケットにスッと出てくるのがおMacBook Pro。これがもうね、僕ね、まあ皆さんね、今ご覧になってると、MacBook Pro ねってこうみんな多分思ってると思うんですけれども、高いんだろうなっていうね、やらしいところがね、ちょっと気になってくるんですけれども、これいわゆる14インチですよね。14インチです。の MacBook Pro。はい、で、色は、これはシルバーということですけれども、これはスペックというか、はい、何でしょうか。これは、M2Max の MacBook Pro のフルスペックとなっています。はいちなみにいかほどするもんなんですか？これは約90万円ぐらい。もういきなり90万来てますからね。すごいですね。やっぱり Mac を常に持ってる感じですか？そうです。あ、なるほど。で、フルスペックにして、はい、これを仕事のメインで使ってるっていうことでいいですか？そうです。もうこれがもう家でも外でもメインの PC ですね。おお、なるほど。あ、じゃあ家に行った時はモニターつなげて使う用のっていう、はい、そうです。ことですよね。はい。ちなみに今せっかくこの編集画面が出てるので、編集画面もご覧になっていただいて、これがこんな感じですかね。皆さん、これが渡辺さんのチャンネルがここでできている現場という。皆さんこれ貴重ですよ。ね、貴重な。しかも僕それ以上に気になるのがこのファイナルカットのこの、はい。この部分がカットしてる部分をこう見るのが結構好きなんですけど、はい、結構細かく割ってますよね。これまだ編集途中で、今日カットだけしたところですね。ああ、すごいなんかこれちょっと待ってください。これ何分ぐらいなんですか？これは20何分、30分近いぐらいの動画ですね。これね、はい、音声のところ見ると。いかにどんだけカットしてるかっていうのが分かるんで、僕も最近ちょっと自分で編集してないですけれども、これだけカット入れるということは、かなり、やっぱり、自分の喋りを分かってる人ですよね。で、自分で、喋ってるところで癖とかあるから、それをあんまりこう出さないように、整えたりとか、そういうのをやってるカットの仕方っていうのが、もうすごいわかります。これだけでそこまでわかるのがすごい。もう、すっごい割ってるなっていう感じするんで、いや、これは、そういうふうにやるんですよ、しばらくして。っていうのがもう100個ぐらい削られてます。俺はちなみにとか、そういうのをすっごい切ってます。ああ、それわかります。はい。何回言ったかとか数えられちゃうんですよ。そうなんです、そうなんです。なので、数えてくる人いるので。でもそれも、喋り慣れてくると、あえて間を作ったりとかしません？そうなんです。だからね、僕の喋り方にツッコミがあるのは、めちゃめちゃテンポが遅くて、間が空いてるっていうふうに言われるんですけど、自分でもう詰められるように、癖になってるんですよね、そういうね、やり方になってて。編集のための喋り方。そうなんですよ。だから僕、人の、喋ったやつも編集すると、多分、僕に感謝してほしいメーカーの人とかいっぱいいると思います。ですよね。本当に。スラスラ言葉が出てくるように繋ぐわけですから。繋いでね、やって。まあ、ちょっと話が、これ、他に。ちなみに、これ、SSD とか外付けつけないですか？つけないです。ってことはですよ、ストレージどんぐらい積んでんだって話じゃないですか。そういうことですよね。8テラバイト。でもバックアップとかどうしてるんですか？バックアップは、基本的に動画の素材も残さないで、完成版だけを残して、で、あとはまあハードディスクとかに移して。なるほど。結構でもその移す作業とかも時間かかりますよね。かかりますね。相当データがね、あるから。素材って残してます？素材ある程度残ってますね。すごい。結構残ってます。クラウドに保険かけたりしないですか？いや、もう。すごい。もう取れたら仕方ない。ああ、すごい。これ1時間やってても終わらなくないですか？次行きましょう。どうぞ、次行きましょう。すいません。じゃあちょっと閉じていただいて、ここに並べていただいて、それ以外に何があるのかっていうね、ところですけれども。なんかいろんなところから出てくるんですね、それね。そうですね。分けられてですね。じゃあちょっとカメラいきます。あ、来た。カメラ、来た。こちらは、はい。これはソニーの最新の ZV-E1 っていうフルサイズのカメラになってます。ZV-1 は僕は使ってたけど、E1 はさらにハイスペックなやつですね、これ。ハイスペックで、まあちょっとこれも高いんですけど。これいくらぐらいするんですか？これが30万。前後ぐらいですかね。へえ。で、レンズはまた別。レンズはまた別で、まあ、15、6万円ぐらい。これ何ミリ使われてるんですか？今これは20ミリの F1.8 という。おお。はあ。単玉ですね。はい、単焦点です。はい。何それ。で、ズームレンズじゃなくて、もうその 20mm っていうフィックスのレンズです。これはメインで使ってる。これはもう出張とか旅行とか、外に持ってくためのカメラを買って、自宅固定はまたさらにやばいかもない。あ、より高性能で、ちょっと外に持ち歩くことはみたいなものがあるってことですね。はい。ちょっと見させてください。すいません。ちゃんとこのモフモフがついて。皆さん名前わかんないでしょ。なんていうの？正式名称あるんですか？まあ、風防とかウィンドジャーマーとか。これは何ですか？これは。これ面白いよ、これ。あ、わかりますか？肩にかけるストラップとかに簡単にカチャッとくっつけることができる、ピークデザインというところのアクセサリーです。うちのもついてますよ。あ、そうなんですね。これ。あ、本当だ。へえ。そういうものがあるんですね。ちょうど今ある。これが今使ってるレザーのストラップなんですけど、ここにこう簡単にこうつけられる、こうやってくっつけて、こうやってすぐこう。なるほど、すごい。ちょっと待ってください。これ自分の持ち物ですよね。そうです。案件入ってないです。なんかもう、そのぐらいのレベル感のなんか、スムーズな説明になってきてるんですけれども。全部自分買ってるやつ。そういうことなんですね。はい。面白い。これ、あと、面白い使い方できるんですよ。知ってます？なんですかね。これ、ピンと突っ張って、こう、パン。はい。ブレを抑えて。そうそうそう。ブレないように。そうそうそう。勉強になるな。いろんなものが出てくるな。面白い。これこう下げとけと手がフリーで取りたい時にスッと取れるんで、移動する時は便利。そうそう、そういうことですね。革がおしゃれですよね。ね。これはドリップっていうところのレザーストラップですね。すごい、全てにこだわりがありますけれども、いやーでももうここまでですでにちょっと今計算しちゃいました。ちょっとやばい感じ。確かにね、もう200万ぐらいは超えてるなっていう感じですよ。だってここら辺高いですもんね。高いですね。ですよね。20万だったとしてもね、もう60万だし、25万ずつだし、75万でしょ。もうそれだけで50万ぐらいするんですよね。どんだけ入ってるんだって感じですけど、すみません、まだありました。まだあるんですけど、もうそんな高いものとかは多分なくて。いや、別に高いものって言ってる番組じゃないんで、なんか面白いものがあればっていうことなんで。あ、これはスマホジンバル。はい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 。これも最新ですね。これはもう簡単につけて使い始めることができる、インスタ360のフローっていうスマホジンバルになってます。こうつけて、で展開すると、もう自動で電源がついて、くっつけるともうこれ使える状態になると、はい、であともう横にしてあげればすぐ使えるっていう感じですね。横になる。あ、いいですか。どうぞ。これ近頃出たばっかりですよね。そうです。近頃出たばっかりでね、便利なんですよ。これね、下にね。あ、分かってますね。ピッて出したね、三脚が出て、足ついてるんだ。出てくるんですよ。本当だ。置いてね、取ることもね、できたりするんです。まあ便利。なぜなら私も買いましたから、これ。そうなんです。これはね、結構便利です。バッテリーの持ちとかどうですか？バッテリーこれかなり長く持って、ちょっと10何時間とかぐらいなんで。おお、DJI のやつと比較すると。バッテリー持ちはこっちの方が長いです。あ、すご。これね、面白いのはここにバッテリーが入ってるんですね。え？本当。はい。なんかグリップの部分じゃないですね。ないっていう。はい。あとこう伸びるんで、ああ、はい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 、さらにここ曲げることもできる。おお、フワちゃんみたい。これはどういう時に使ってんですか？これはもう iPhone とかで気軽に撮るんだけど、滑らかに動画撮りたい時とかにさっと撮ります。いいですね。使いますね。だから YouTube ライブ iPhone からやるときはいいですよね。そうですね。僕はまあジンバルは基本的にライブの時に使ってますけれども、なるほど、そういう使い方ができるということですね。はいはい。ありがとうございます。ていうかもう最新のものしかないですね。そうですね。基本的に今一番気に入ってるものとかを出張の時は持ってくる。ああ、なるほどなるほど。それの使用感とかレポートもするってことですよね。そうですね。それも含めて。はい。いや、いいな、面白いな、この並べ方も。ね。丁寧な性格。そうそうそう。いや、本当に性格出ますよね。僕だったら適当にボン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 って置いてね、やってると思いますけれども。はい、他にも何かあります？他は、そうだな、何かあるかな。言ったら何でも出てきそうな感じですね。すごいですよね。充電用のケーブルとかにもこだわりありそうですね。なんかああ、確かに。あ、ちょっと面白いのあります。お、来た。これモバイルバッテリーなんですけど、これまず特徴がこれを押すと充電の残量が出てくるのね。ですぐわかると。これ実はここにケーブルが内蔵されてるんで、面白い。ピッと出すともうこのまま挿せば充電できてアウトプットできる。はい。へー、面白い。なのでケーブルを別に持ち運ばなくてもこれだけ持っとけば大丈夫っていう。へー、こうですね。いや、いろいろ出てくるな。すごい。でこの本体に充電するときにこっちをブスッと充電器に挿せばこの本体にも充電できる。一本でいけるんですね。一本でいけます。おお。ああ、そういうことですね。すごい。いいですね。それね。もうないですよね。ああ、まだちょっとあります。まだ。いや、2本行こう、2本。いや、これ面白いぞ。来た。これはワイヤレスイヤホン。おお。はいはいはい。この時点でちょっとやばくないですか。モニターついてますね。ねえ。ケースにモニターついてるんです。すげえ。ロック解除すると。ああ。バッテリー残量とかすげえ表示されてる。もうタッチでできるよと。すげえ。うわーこの時点で結構すごいんですけど。すごい。はい。イコライザーとか音質の調整をここからできる。すごい。要はアプリでできることがケースでできる。ああ、それ便利ですね。はい、感じで。イヤホンはこんな感じですね。イヤホンとかもいっぱいありますもんね。はい、でそれがまあどうなのかと僕よく分かってないですけれども、はい、ノイズキャンセリングとかめちゃくちゃ強いんで、うん、飛行機とか乗ってる時にこれ使うとすごい静かにリラックスできるっていうね、はい、ものですね。そうです。いやこれ多分あと20個ぐらい出てきそうなお店がそろそろ始まると。しかもここまで来てもまだ最新版しかないっていう本当すごいですね。多分これやってたら永遠に終わらなさそうなのでそろそろ違うところに行こうかなと思うんですけれども、渡辺さんはそのガジェットをその扱ってまあチャンネルでやってらっしゃいますけれども。もともとそのこれをやろうと思ったきっかけは何だったんですか？ああ、それで言うともともとはブログとかをやっていて、はい、でもどうしてもちょっとブログだけだと、うん、Google の検索の変動とかでちょっとダメージを受けてしまったので、その時好きだったことをまあ動画にして仕事にしようと思ってガジェットに入ってきたっていうのがそういうことなんですね。じゃあもう最初にその YouTube に、はい、投稿した動画もガジェットの動画だったんですか？あ、そうです。はい、それは何やったんですか？ギャラクシーの、ノート8とかもかなり前のスマホのレビューを上げたっていう。それ何年頃の話ですか？いやでもそれ始めた頃っていうのは一番最初はもうこう4、5年前とかそうですかね。なるほどなるほど。じゃあ割とあれですね、 YouTube がまだこうなるちょい前ぐらいのところですよね。それはでもこう上げて、はい、その再生回数とかそこら辺はどうだったんですか？いや意外とチャンネル登録少なくても、もの出せば結構再生されるなっていう時代でした。その時はそういうことですね。でもいやね、それはもう最初からやっぱり、いやもうだから選挙の名ですよね。ね、あったっていうことですよね。まあ今は毎日上げてるわけですよね、チャンネルとして。それ毎日上げるようになったのっていうのはいつ頃からやってらっしゃるんですか？毎日はまあそれこそさっき言った4、5年前の始めた時からもうずっと。そうなんですか。そうなんですか。はい。すごいですね。すごいですね。ね。それなんかでも最初ってあんまノウハウとかもそんなないじゃないですか。ないですね。し、毎日あげるかどうかがいいかどうかもわかんないけど、もういきなり毎日あげ始めたっていう。そうです。もう数で勝負するしかないと思ってたんで。相当研究されたんですか、じゃあ。そうですね。はい。あれと一緒ですね。レーシングドライバーと一緒ですね。はい。レーシングドライバーはまあいろんな人がいますけれども、速いレーシングドライバーっていうのは最初から速いんですよね。ああ、そう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 。もう遅かったレーシングドライバーが努力して速くなったっていう例があんまり、まあ本当に稀な例しかなくて、大体まあセダンの子もそうですけど、いきなしボーンって出てくるみたいな感じなんで、まさにそれですね。いやでもその当時ももうガジェットやってる人って結構いたわけですよね。あ、まあ今ほどではなかったんですけど、やっぱりトップクリエイターが何人かいて、はい、まあ自分と同じぐらいの人たちが出始めたぐらいかなっていうぐらい、全然少なかったですその時は。まあライバルとかでもっとチャンネルでっかい人とかもいて、そんな中でどんな風にしていこうとか、なんかこんな風に自分をやっていこうみたいな決め事みたいなのはあったんですか？まあそうですね、やっぱりコンスタントに上げ続けるっていうのはやっぱりできてない人が結構多かったなと思って、はい、コンスタントに続けるのは今でも続けていて。すごいですね、継続は力ないですね、はい、継続は今耳塞いでた塩見さん頑張ります。なんかそんな塩見さんがなんか質問とかあればね、塩見さんも今来ていらっしゃってるんですよ。僕はもうガジェットの説明が止まったのが残念でしょうがなくて、お前止めんだと永遠に聞きたかったんですよそこだけ。あと1個だけいいですか、川口さん。ガジェットこんな最先端のものをしっかり支える三脚とかって持ち歩いていらっしゃいますか？あ、持ってます。すごい。見せてもらっていいですよ。すいません。ワンデーじゃんかよ。これは見ずに帰れない。三脚は一応こういう感じで、お袋に入ってるんですけど、ウランジの三脚ですね。これすごく軽いんですよ。意外と軽くてコンパクトなんですけど。ちっちゃい。はい。カーボンですか？カーボンで。で、まあ、こう開いてあげて、この足もこの一瞬でこう、ワンタッチで、なんか俺これ生で見てるレビュー見てるのと本当にまさにそのものだけど、出してあげて、でこの先端もさらにこうグッと伸びて、このボールのこのヘッドの部分を簡単に動かしてできると。こんな感じですぐ装着して使える。もう塩見がもうなんかもうさ見とれてんだ。この大きさに収まると、はい、機動力が高いですね。高いですね。でここまで背も高くなるっていう、ね。はい、なるほど。やっぱり先人はいいのを使ってますね。こういうのってググってもなかなかいいのに出会わないんですよ。大体みんな失敗してたどり着くっていう。プロに聞くとか。そういうことはあれだよね。渡辺さんの説明の仕方がなんか語り口が、あ、これいい良さそうって思える感じで、やっぱりこれはもう渡辺さんのテレビショッピング始まるね。やばい、始まるねこれね。この語り口です。それだね。マジで。だってさっきのもこの足があってスッつってこうやってるの見ると絶対ギクシャクしちゃうもんね。とか言ってやってたりする。すごいよね。今日全部欲しくなりましたもんね。で今日はこれ全部まとめてね、結構な車買えるよこれ。買えますよ。本当ね。でまあ今ソウルとか車って言ってくれたんであれなんですけど、車の方もめっちゃ好きですよね。めっちゃ好きですね。すごいGLB のね、その僕の動画を見ていただいて買ってね。まあ皆さんそうやって言ってくださるのはありがたいですけれども、渡辺さんが見てくれているっていうのを聞いてですね、僕もやっぱりすっごい嬉しくなりましたし、いやお役に立つかどうかはまだ分かんないですけれども、でそれで GLB も持たれてし、最近 IX を買われたんですよね。買いました。これはもうガジェット好きとしては電気自動車って感じですか？いやそうですね。はい。惚れた部分っていうのはどういうところですか？やっぱりセンターのこのディスプレイが、カーブドディスプレイがもうすごいつながってて、もう最先端のシステムが入っていて。あと走りの静粛性とか滑らかさがもう圧倒的だなと思って。まさにその通りですよね、はい、本当にあれはだからちょっと BMW っぽくないなんか凄さがあるというか、はい、そこが非常に魅力ですけど、はい、やっぱりそういうところに惹かれるものがあるというところなんですね。そうです。で、まあ、車もだから好きなんでチャンネルで車を扱ったりすることもありますよね、はい、そうですね、はい、でなんか最近ちょっとさっき小耳に挟んだので、ちょっと宣伝の方もしていただけると。最近ちょっと車系のチャンネルを作りまして、鍋ガレージっていうチャンネルを作りました。で、そこでは結構夫婦ドライブとか、気軽な感じで車を楽しんでいこうっていう感じのチャンネルだったりとか、最新では洗車する動画とか、そんな感じで緩くちょっと車系のチャンネルをやってますので。しかも、それ以外にもチャンネルありますよね。あります。それもちょっとまずメインチャンネルは渡辺勝間のガジェットチャンネルっていうガジェットがあって、あと「鍋ラボ」っていうサブチャンネルがあります。ここれは何やってらっしゃるんですか？もうガジェット問わず、身の回り起きたこととかを話していったりとか、はい、あとガジェットのちょっと裏話的なところとかもやったりする、いわゆるサブチャンネル。はいはい、でガレージもあって、はい、3つチャンネルを運営されてるということなんですけど。はい、いつそれ撮影してるんですか？そう。っていうかどういうスケジュールなんですか？そう。そもそも。まずはその1日あったら、午前中のうちにメインチャンネルを撮影するとこまでは終えるようにして、はい、でその日の昼休憩挟んだら編集していきます。はあ。それは昼休憩挟んで編集し始めたら、はい、どのくらいまで編集されてるんですか？編集はでも本当3時とか4時とか、午後の夜になる手前ぐらいまでで終わらせたら最高っていう感じ。なるほど。で夜まで行っちゃったとしてもそんなに遅くまでやるとかっていうことではない。基本的にはないようにしてます。なんか作家さんみたいですね。ねえ、ほんとほんとほんと。大体例えば村上春樹さんとかも午前中で全部やって後ろはもう何もやらんとか、編集がねありますけれども、でもじゃあ夜はなんかその撮影とか編集とかとは全く関係ないことをする時間を確保してるっていうことですか？そうですね。完全にもうすごい人間らしい生活されてる。言ってもこの夜10時とかそれ10時から12時とかの2時間とかはもう結構自由に。すごい。ライフワークバランスめっちゃ取れてますね。だって全てご自分で編集もされてるわけですよね。そうですね。すごいですよね。それなかなかできないですよね。お休みはそれ取ってるんですか？いや、もう休みという休みは正直なくて、もう毎日同じ感じで続けていくっていう。ああ、そこですね。なんか今それを聞いてて僕とか。ソルトとかなんか全然東京から箱根に行かなくていいもんね。ああまあねまあね。でもいや外での撮影とかもあるでしょ。まあそうですよね。多分ね。効率がもうすごい最適化されてるね。だからソルトも自宅にガレージスタジオ作ればいい。本当。車を持ってくるしかない。そうね。本当ですね。いやでもすごいです。なんかありがとうございます。他の人がどうやってるっていうのはなかなか分かんないし、同じね業界だと大体分かりますけれども、他の方がどうやってるのは全然分かんないので、いや本当貴重なね非常に興味深くお話を聞かせていただきました。すみません長々とお話を聞かせていただいても大変申し訳ございません。どうもありがとうございます。ありがとうございます。はい。というわけでですね、渡辺さんとですねついにお会いすることができてですね、こんな風にお話をさせていただいて。かつ最新モデルをですね、すべて見せていただくというですね、一体これはラブカースで流すのか、どこで流すべきなのかという問題はあるにしても、一応ね、車のお話もしていただいて、していただいているので、またでも機会があったらですね、ぜひぜひお会いしてお話しさせていただいたりとか、渡辺さんあれですよね、北海道にいらっしゃるんですね。北海道で活動されているので、北海道に行った時にちょっとね、ぜひね、一緒にコラボもし行っていいんであれば、ぜひ行かせていただいてというね、こととかもしてみたいと思いますので、皆さんもそのあたりチェックしていただければと思います。というわけで今回は渡辺和正のガジェットチャンネルの渡辺和正さんにですね、来ていただいて、ラブカース TV に強引に出ていただきました。どうもありがとうございました。皆さんどうもありがとうございます。